小矢隆氏は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、厚生労働大臣政務官、内閣参事官を歴任。1966年、滋賀県を移し、扇町整、県立ゼゼ高校を卒業。京都大学工学部、京都大学大学院、工学研究科物理工学専攻を経て、1992年に、通商産業議官に採用され、 旧通商産業省入省。通産省、経産省では、中小企業政策、公務員制度改革、環境政策などに携わり、2002年からイギリスへ、留学し、インペリアルカレッジロンドンで修士号を取得。通商産業省製造産業局、素材産業ユニット科学物質管理科科学、物質安全室勤務、通商産業大臣官房政策企画委員。 中小企業庁経営支援部経営支援課課長補佐、通商産業省生活産業局、養業建材住宅産業課,課課長補佐、経済産業省産業技術環境局、環境調和産業推進室、環境政策課課,課,課長補佐を経て、2009年より、日本貿易振興機構ヒューストン事務所次長、内閣官房国家戦略室企画官を経て、2012年より、第二次、 安倍内閣で日本経済再生本部の事務局として内閣官房に設けられた日本経済再生総合事務局において内閣参事官としてアベノミクスの政策立案に従事した。2014年滋賀県知事選挙における三日月大蔵と小槍の得票率の差を表した地図小槍は 古才や古島の農村地域の一部で票を伸ばしたものの、無党派層が多い湖南の都市部で支持を集めた三日月に敗れた。2014年に自民党県連から滋賀県知事選挙への立候補要請を受け、2月28日に経済産業省を退職。3月4日に無所属としての立候補を表明し、選挙プランダーの松田薫が選挙に携わった。知事選では、 三日月大蔵に敗れた。2016年、第24回参議院議員通常選挙に出馬、現職の林久美子を破って初当選を果たした。2019年10月、岸田派に入会。受動喫煙防止を目的に飲食店などの建物内を原則禁煙とする健康増進法改正案に反対。ありがとうございます。